どうも、ハイチです。早速なんですが、ちょっとこちらをご覧ください。昨日ですね、ツイッターでアンケートを取らせてもらいまして、学生の方へ、親は自分の味方だと思いますかっていう。で、両親ともに味方だと思うが 59%。で、母親、父親だけ、まあどちらか片方だけが味方だと思うが 18%。両親ともに味方だとは思わないが 23% という結果でございました。まず、2285票ですね。投票していただいた皆様、ありがとうございました。で、まあ、味方とかのさ、言葉の定義はどうなのみたいな色々ありましたけど、まあ、そこちょっとね、置いといてもらって、本当にこれを読んだ時に、パッて感じるものを投票していただいたと思うんですけど、で、今回ちょっとこの結果に関して、いろいろ話していこうと思いますので、よかったらね、最後までお付き合いください。で、早速ね、話していこうと思うんですけど、この結果ですね、自分は思ったより、一番下が多かったなっていうのが一番の感想です。真ん中ももうちょっと伸びるかなと思ったんですけど、だから、まあ、両親ともに味方だと思うが、あ、結構その片方だけより差がつくんだなっていうところにもびっくりしたんですが、一番下 23% も出るかっていうのが感想ですね。 10% ぐらいかなと思ったんですよ、一番下。だって 23% って4人に1人か5人に1人でしょ、大体。多いよね。でさ、実際ね、これを作った投稿とツイートする前に、自分だったらどれ入れるのかなっていうか、当時だったら考えたんですよ。俺多分中学の時だったら一番下に入れる、で高校の時だったら真ん中か、あ、でも一番上に入れるかな、わかんないけど、っていうぐらい中高で違うの、俺の親への思いっていうのは。だいぶね、そう。だからさ、こう実際今みんながこう思ってることと数年経ったら変わっていくんだろうなとは思っているんですけど、ただ今自分のところに毎日いろんな相談をいただいてて、で保護者の方から、子供、自分のね、息子娘にどうしたら、どう対たんだろう、応対したらいいのかがわからないっていう相談も結構あるんですけど、それ以上に学生のみんなから、その親に対する相談ですよね。まあ一番ひどいのだと、本当殴られる蹴られるっていう相談、なんかテストが上がらないと殴られるとかね、なんか気に食わないと蹴られるとかいうのもあったりしますし、でもそれ以上に多いのはやっぱり言葉の暴力っていうとこですね。こう軽い、まあちょっときなんだろう、きつい思いはちょっと言えないんであれだけど、軽いとこからいくと、なんだろう、まあこうね、塾に行かせてんのになんで成績上がんねえんだよとか、お前なんて塾じゃねえやん、受験落ちしまうわみたいな、受かるわけねえだろみたいなの親に言われるとかね、多いんですよ、これ結構。そう。で、まぁ、今回この動画をなんで撮ってるかっていうと、まぁ、自分のチャンネル、親御さん、みんなの保護者世代の方ってあんまり見てないんで、まぁ、喋ったところでっていうところもあるかもしれないんですけど、まず、ですね、保護者の方にすごいお伝えしたいのは、学生のみんなですね、まぁ、皆さんのお子さんですね、子供っていうのはですね、思ってる以上に、大人の言葉に傷つきます。そうなんです。これはすごく伝えておきたくって、ただ逆もしかりで、すごい些細な言葉で安心したり元気になったりっていうのもあるのも事実なんですね。おそらくみんな学校とか塾とかで三者面談ってしたことあると思うんですよ。多分学生のみんながすごい嫌いな時間ね、怒られるから基本的に。で、自分が塾講師やってた時って三者面談したことがほとんどなくて、で二者面談を2回やるっていうやつをやってたんです。で学生、自分の生徒ですね、学生と二者面した後に保護者の方と二者面っていう。でこれなんでやってたかっていうと、本心で話してほしかったんですよ。やっぱり年頃のね、お子さん連れた三者面談って、学生のみんなはさ、もうその時間早く終わってほしいんだよ、勉強しろって言われたりとか、言われたくないこと言われること分かってるから、だから、はいはい、頑張りますみたいな、うなずいとけば終わるでしょこの時間っていうスタンスになっちゃうし、で保護者の方も自分の子供の手前ちょっと厳しくなるんですよね。うちの子家で全然勉強しなくってとか、 YouTube ばっかり見てるんですよみたいななっちゃうから、こうそれは本心の一つだと思いますけど、でも意外と二者面談二人で話すと全然違う言葉が出てくることがすごく多いんですね。で実際その面談していくと、その反抗期も真っ只中なみたいな子でも、親への感謝の気持ち出てくるんですよ。別に誘導尋問しなくても自分から出てくる、話してると出てくるんですよね。ただ感謝の気持ちもあるんですけど、いろんな小言言われたりとかムカつくことが多すぎちゃって、そっちが勝っちゃうんですよ。
だからこっちを表現しないっていう、まあ、年頃で表現しにくいのもあると思うんですけど、で保護者の方も同じで、普段ねこうなんだ送迎の時とかで3人で出くわせた時とかにも結構きついこと言われるお母さんとかいらっしゃるんですよ。でも2人になるとこう、まあ、実際先生聞いてよみたいななって、こう言いたくないんだけどどうしてもきつい言葉が出ちゃうんだよねとか、でもきつい言葉で言わないとあの子変わらない気がしてみたいな、でもきつい言葉で言ってるんだけど変わらないからもうどうしたらいいかわからないのよ私もみたいな、とかあの子のためになんかしてあげたいんだけどとか、あの例えばね自分が学がないあんまりこう勉強好きじゃなかった親御さんとかだと、それを負い目に感じてる方も結構多いんですよ。自分が勉強できなかったから勉強のことを言えないみたいな、そう自分のせいでそれが遺伝したんじゃないかみたいなの思われる方もいらっしゃるんですけど、それはもう絶対違うっていつも否定しちゃってて、それは気にしなくていいですって、であと子供の前で自分がバカだったからって言わないでくださいって、そうすると子供側もうちのお母さんがバカだったから私もバカなんだよみたいなこと言い出すので、いやちげえとそれは関係ねえみたいな話になっちゃうんですけど、でやっぱり二人で話してると思い合ってるんですよ基本的には、すごく、でもそれが噛み合ってない、やっぱいろんな本心を言えなかったりとかいろんなことがあって、でそれを架け橋じゃないですけど、もちろん本人に言っていいですかって許可を取った上でね、そうお母さんにでも何々ちゃんこういうこと言ってたんですよみたいな、でその子にもお母さんこの話したけど大変きついこと言うよねって言うけど、でもこういうこと言ってたぞって、そうめっちゃ愛されてんじゃんみたいなとか話はしてあげたい、まあ、それがすごく自分の役目の一個だと思ってたんで、まあ、実行してそんなことやってたんですね。でまあ今回そのアンケート取った結果のね、その中に2000人以上の方の中にはもうそんなことを言ってられないような状況の方もいると思います。自分の相談が来る暴力を振られるとか、もうそこまで言っちゃうと違う気もしますけど、でもなんかたまたまこの動画を見ていただいた保護者の方が、ああそうなんだちょっと思ってもらえたら嬉しいと思って話すと、最初にまずその途中で言ったようにちっちゃな言葉ですごく傷つきますし、子供ってちっちゃな言葉ですごい安心するんですよね。そう例えば親御さんがね、保護者の方がもうなんか塾が大変そうだとすごい悩んでるしって、もう塾やめていいんじゃないって、で親側は無理しなくていいんだよってね、ちょっと休もうよって感じで優しさで言ったつもりなんですけど、子供側が成績上がってないからお金の無駄だもんねって、迷惑かけてるもんね私みたいな風で捉えちゃったりすることとか、噛み合わないんですよそこがっていうことも結構あったりして、でやっぱりその受験なんて受かるわけないじゃないって親に言われようもんならそれめちゃくちゃへこみますからね。でやっぱりモチベーションが上がらないっていうのは一番の受験にとってはもう敵なんですよ。モチベーション高くいられる、気持ちを強くいられることがすごく大事、受験勉強では。でそれを親が折っちゃダメなんですよ。そうでも一番折れるのは親なんですよね。でも一番支えられるのも親だと思ってます自分は。そう保護者の方が励ましてもうまく返ってこないんですよね。優しい言葉で言ったつもりがうっさいなとか返されちゃうとこっちも心が折れそうになりますよね、親側も。そうでもやっぱり優しさで言った言葉、その時は子供はなんか冷たい態度で返されたとしてもそれ伝わってますから絶対。そうじわじわと伝わってるはずなので、保護者の方もね、特に息子さんお子さんが一番上の子、お母さんお父さんにとっても初受験だったりすると余計にいろんな不安が出てくるので、どうしても子供に当たっちゃうところもあると思うんですけど、なんかその部分をちょっと一歩ねこうグッてこらえて子供を支えるじゃないですけど、そのモチベーションっていうかその部分で支えてもらえたらなと思います。で、子供側のね、まあ、学生のみんなについてだけど、そうだね、自分が願うことというか思うことは、例えば反抗的な態度とかさ、ちょっと喧嘩してしまったりとか喧嘩が多かったりする場合でもこう感謝の部分、例えばご飯作ってくれるとかさ、洗濯もしてくれるって当たり前のことじゃないから、それ本当にそういった部分でもちょっと感謝の言葉を言ってあげるっていうのは俺は大事なことだなとすごく思ってます。だ実際自分もできてなかったんだよ、それに気づけなかったから。だから、まあ、言われてうっせえなって思うかもしんないけど、でもねそれはしてた方がいい。さっき学生のみんながさ、その親の言葉
で、小さな言葉でも傷つくし、勇気づくっていう話をしたんだけど、逆も、その通りなんだよ。逆もしかりなんだ。みんなの言葉、みんなが全然そんなね、思ってないような発言、一つの発言で、親が実はものすごい傷ついてたり、逆に、こんなことで喜ぶの?みたいなことで、親はすげえこう元気をもらう、子供から。っていうことってね、すごくたくさんある。そう。些細なことなんだけど、それだけで家事頑張れたりとか、ね、パパだったら仕事頑張れたりとか、いうことは、やっぱり多いので、別にみんながね、親を支えろなんてそんなおこがましいことは思わないけど、でも、ね、その心の深いところにある感謝の気持ちっていうのは、そんな毎日さ、ありがとうみたいな、言わなくてもいいけど、たまにちょっとね、さらって言ってあげたりとか、いや、お母さんお父さんの誕生日の時に、ちょっと手紙書いてあげようみたいな。そんな手紙だけでも全然違うもん、だって。とは思うので、今回のアンケートでね、一番下に投票してるような、ね、親子関係の場合、そんな甘っちょろいことをなんていうふうに言われちゃうかもしれないけど、でもこう、生活する中で、なんか感謝とか、プラスの感情を、保護者に、親にね、伝えてあげるっていうのは、ちょっと意識してもらえると嬉しいです。はい、ということでね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。いろいろね、生意気にダラダラ話してきましたけど、こう、家族っていうのは、やっぱり学生の子たちにとっては、すごい比重の大きいものなんですよね。例えば、家族の関係がうまくいってないと、やっぱりその心の、なんだろうな、バランスも不安定になっちゃいますし、逆に、家族っていう、そのほんと木の幹の状態、幹の部分がしっかり安定していると、ある程度のことを跳ね返せます。学校であった嫌なこととかにしても。ぐらいやっぱり大事なものだと思っているので、当然一筋縄じゃいかないですし、親子関係や家族関係っていうのはいろんな状態があるのも分かってはいるんですが、今回喋ったことを何かヒントになって、それで少しでもね、なんか親子関係がちょっとのプラスの方向にベクトルが向いて、で、子供にとってなんかプラスになることが起きたらいいなと思っていろいろ喋らせていただきました。はい、ということでね、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。